対局検紙お願いします相手の得意戦法ご機嫌中飛車でしたが居飛車で来ましたね三剣飛車そういえば今日はプロの将棋で、えー、豊島さんが四剣飛車を指したそうですねこれ6号歩同歩向かい飛車にするかまあ、武漢飛車にしとけば いきなり潰されることはありませんのでもしかしかない右翼かと思いきや左翼ですの、ね、額、うん。まあやっぱりなんだかんだ言ってアマチュアの間では振り飛車が人気なんですよねだからでもプロの間ではさ居飛車の方が人気があるのでなんかその古ロ騎士がさ振り飛車を刺すと2分30秒 パンは喜ぶっていう、なんかそういうのがね、あるんですよね。うん。どうしようかな。また三ゲー車に戻そうかな。でも六五歩どっかで来そうだよね。まあいいや。六五歩同歩、ああこれは銀冠。この瞬間に仕掛けるってことですね。うん。まあでも銀冠,冠完成しときましょうか。 あ、これ、桂馬跳があるかなと思ったけど、桂馬跳なかったか。これ、5銀、同銀、同角っていうふうにやる手も、2分。あるっちゃあるんですけどね。どうなんですかね。もうやっちゃおうか。同銀、同角。もう全部さばいちゃう。これも取るでしょうね。うん。ああ、なるほどね。うん。 まあ7の銀と打てば5五角かうんそうかどうしましょうねこれはねなんかあんまり筋がよくない感じにも見えるんだけど、うん、まあとはいえって感じだよね うん、なんか面白くないねなんか面白くないな一回ついとくかまあでも構わず89飛車何もあるからなああ ゲーム跳ねちゃったりして<分>時間ないですねあーあーあーそうですか叩きのふいやーでも角がここに引いてんのがちょっと気持ち悪いね3九銀打ちとか気持ち悪いねああ逃げたかうーん分かんないちょっと怖いけどね うーんこれは避けるかでもまあ3球銀打たれても1七玉ですぐは詰まないのでうんなるほどねただ銀2枚持たれると危ないかこれ。 まだ大丈夫か,<秒>あか,かただ馬を作るだけであんまり効果ないんだけどこれなんか形勢わかんないけど時間で負けそうですね3九銀と打たれてもまあ飛車も効いてるしこれ5三金は 聞いてみますかね20秒うーんいいや桂馬になる鳴蔵君あーっとこれでどうするこれ次4一馬がなかなかあるんじゃないかこれこれ次2五桂とかうんまあでも詰めろにならないのかな 取ったら結構これ相手も危ないと思うけどねこれ次3一2逃げてうん次はないのかな312逃げていいん、まあ、33桂りでも、うん10秒。から 性はなんか良くなった気がしますけど、ね、ただまあ時間がないので粘られたときにあこれ銀打ってうんまあ、これはもう勝ちだと思うんですけどね普通に考えたらこれは受けがほぼなさげな感じただ大手ラッシュされたときにどうかってもまあでも銀打ちくらいしかないかあでも3九飛車なりわっとこれ取りますねこれ詰んでないのこれ よっこら、シょッと、あっと、勝った。ありがとうございました。お前の勝ちだいやー、危なかった。非常に危なかったですね。いやー、もう時間切れ負けかなと思ったんですけどね。いやー、危なかった、危なかった、危なかった。えー、危なかったといえばですね、えー、確かこれ、もう、3段から落ちるのギリギリですからね。もう、ギリギリのところで踏みとどまってるっていう、まあ、そういう感じなんですけど。 えーとですね今日は2023年10月23日えー、とですねこんなニュースがありました、えー、新幹線のトイレにこもって無賃乗車駅員からも逃走人気外国人 YouTuber に二度と日本に来るなとネットブチ切れ迷惑、えー、系外国人 YouTuber のジョニー・ソマリが10月に再逮捕された中新たな外国人 YouTuber の動画が波紋を広げている波紋を広げているのはキプロス出身で現在アメリカに在住する YouTuber フィディデアス27歳の動画 <laughs> このさあの年齢を書くのがなんか日本文化って感じしますよね、えー、年齢を気にするんですね、えー、チャンネル登録者数は237万人でイーロン・マスクとハグをするという夢を叶えた動画が有名だ、うん、フィディアスは10月21日に無料で日本中を旅しましたという動画アップ動画は別の YouTuber3 人とフィディアスのうち長崎から青森まで最も早く無料で移動する人を競い 優勝すると賞金1万ドルが与えられるという内容だえ移動のためにまずバス停に向かったフィディアスは運賃を通行人に確認600円だと判明するとさらに別の通行人にお金を寄付してもらうよう頼んでいた若い男性がフィディアスに小銭を渡すと I love you と感謝していたえバスの乗車中は降車の際に バスの乗車賃の支払いを求められないことを祈りますとコメントしていたフィギュアスえだって600円なんでしょねえ、払うじゃないのかねえー、降りる際には当然料金の支払いを求められるが680円の運賃に対して600円しか所持していなかったようで80円足りない状況にうん。すると運転手は英語で a t 円ポリスと怒り降車することを許さなかったこの状況にフィディアスは信じられませんでした80円足りなかったという理由だけで彼は私をバスに閉じ込めて警察署に連れて行ったとコメントしているその後5時間ほど取り調べを受けて解放されると警察が差額を払ってくれたと明かしたあー警察ってそういう時は差額を払ったりするんですかねまあもう外国人だし まあこれ以上さ、なんかその80円のために拘束し続けても、もうなんかもう処理がめんどくさいので、もう分かったよと。ねもう反省した、もうね5時間もさ、取り調べして、まあ、面倒なことになったってことでさ、反省したでしょと。もう、しょうがねえから80円ぐらいさ、ちょっと用立ててあげるよっていうことなんですかね。よく分かりませんけど、え。ー ここで懲りるかと思いきや企画は続くフィディアスは警察はすでに私のことを知っていますと話すとスウェットを着用しフードをかぶって駅へと向かった誰も私を捕まえないことを祈りますと言いながら階段を降りホームに到着すると今度は無料で電車に乗る方法を教えますとウィンクフィディアスは西九州新幹線のかもめに乗り込みながら無賃乗車の方法電車に乗ったらトイレを見つけてすぐにトイレに来ますと実況トイレを見つけるとここはバスルームです ずっとトイレに閉じこもってしまいますと個室に入り鍵をかけた、えー、乗車中トイレのドアがノックされ車掌とみられる人物が様子を見に来るシーンもフィリアスが用を足すふりをすると立ち去ったが目的地でトイレから出るとフィリアスのことを駅員が待ち構えていたもう怪しまれてるんですね私にできる唯一のことは病気のふりをすることでしたと回想するフィリアス駅員にチケ,トチケットを見せてくださいと指摘すると I'm sick sick 病病気気でそんな嘘そが駅員がごまかされるわけもなくポリス呼ぶよと逃げようとするフィディアスの服を掴んで離さないしかしフィディアスは隙を見て逃走私は次に乗らなければいけない電車までまっすぐ走り警察処理も電車が早く来ることを期待しましたとナレーションしている、はあ、そしてもう一度同じ方法をやりますトイレに隠れますと宣言し新大阪行きの新幹線に乗車またもトイレに閉じこもり岡山まで移動してしまったのだ さらにその後も泊まっていない、えー、ホテルの朝食ビュッフェを勝手に食べたほか企画に参加する別の男性が夜行バスにただ乗りしようとして乗務員に見つかる様子も動画に収められているうーん、えー、10月23日まで27万回再生されているこの動画 YouTube 上のコメント欄には非難が殺到している、えー、警察署に連れて行かれたって被害者面すんのきっしょもう日本に来んな自国でやれいや自国でやっていいのかよってねあ、でもさ いやこれ私こういう動画全然面白いと思わないしあのいや普通にこれ詐欺罪だよねあ詐欺罪っていうか詐欺罪じゃないのかあどうなんだろうあの騙してるっていうよりも無理やりやってるから詐欺じゃないのかなわかんないけどまあい悪いことだと思いますよたださ、あのー、全然擁護する気はないんだけど結構さ欧米って でその辺のところは、いいか減んなところあるのかな <laughs> っていうのはさ、あのー、前、なんかどっかの YouTube の動画で、なんか、アメリカにさ、えー、日本人がですね、アメリカに旅行に行ったら、なんかバスに乗った時にですね、えー、運転手が、いや、運賃いらないよって言って、運賃払わなくて済んじゃったっていう、そういうことがあったらっていう話があったんですね。で、なんかその、 まあ一応、規則上は運賃取ることになってるんだけど、ただ、要はその運転手がですね、もう運賃取らねえみたいな感じで、要するにルールを守らないんですね。乗客がってよりも、運転手がもう、ルール破ってやるみたいな、そんな感じのえことやってて、運賃取らねえみたいなね、運転手がそう言うなら、いいまあいいんだろうねってことで、まあ運転、あの、 うんち払いませんでしたとかね。うんな。なんかそういうのがありました。ただちょっともしかしたらアメリカではそういうの、ちょっといい加減な、えー、そういう、うん、なんか風潮というか、そういうのがあるのかもしれませんね。あと、それから、あのー、私が大好きなサンデル先生の本なんですけども、あのー、ヨーロッパでですね、えー、なんかその一部の人が、あのー なんかその地下鉄とか運賃をですね払わないで乗ってやるぞっていうなんか活動をしてるっていう話がありましたね、あのー、なんかその彼らによると、地下鉄ってのはえ公共施設だろう、公共交通機関、公共物だろうと、で公共物っていうのは基本的に税金で運,用運営されるものであって、無料で利用できてしかるべきだってさ、言うんですよね。 まあ学校やら、図書館やら、まあ、市役所やら、まあ、一応無料じゃないですか。だから、鉄道も同じように、えー、無料で乗れるべきだろうと。だって公共物なんだから。公共交通機関なんだから。ねえー、なのに、運賃を徴収している、えー、地下鉄に抗議するんだって言って、俺たちは運賃払わないで乗ってやるぞみたいなね。 なんかそういう <laughs>、まあ実力行使ですね。なんかそういうまあ政治活動の一環として、なんかわざとですね、運賃払わずに乗るっていう、なんかそういうことをえやってる連中がいるんだみたいなね。まあそれどうなんでしょうねみたいなね。うん。まあサンドル先生としてはちょっと批判的に見てるわけだけど、まあそういうことをやってるやつがいるとっていうのがあって、あの別にいいわけじゃないんだけど、まあ割とそのアメリカとかヨーロッパの人たちってさ、まあ結構なんかその、 ね強気というか、そういうイメージがありますし、日本人だったらさ、いや、ルール守れ、みたいなさ <laughs>、あの、ね、いや、私もそのね、別に欧米のその、なんかいい加減さがさ、いいとは思いませんよ。思いませんが、結構その日本人は、ルールとして決まってんだからさ、運賃払えよ、みたいなさ、なんかそういう、なんかルールはルールなんだ。ね、悪法も法なり、みたいなさ、なんかそういう気持ちが強い。 ですよねだから、あのー、ちょっとその日本人が不正乗車する感覚とはちょっと違うんだろうなっていうのはあるんですけどね、えー。このような外国人は日本から入国禁止にするべきだと思います。彼らは規則を尊重していないので外国人として恥ずかしいです。あそうそう、だからさ、恥ずかしいといえばね、あの JR 九州でさ、あのー、 そそそそそう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 2017年あ2010 2023年に、えー、こんなニュースがありましたね、不正乗車やめて JR 九州が訴え、無人駅で下車170円切符、券売機の発売中止に、うん、JR 九州は一番安い切符を使った不正乗車が行われている可能性があるとして、えー、小倉駅で170円切符の券売機の発売中止を決定しました。うんえー、小倉駅ででは1日平均で えーえー、170円の切符が300枚売れるが、えー、隣の西小倉駅の回収枚数が30枚しかない。約1割しか回収されていない。うん、JR 小倉駅で販売されている最短区間にあける170円切符の実に9割は隣駅では回収されていない実態を明らかにしました、うん。その一方で、 えー、JR 九州の駅全体を6割占める無人駅で下車してるという目撃情報が多く寄せられてると言います。これどういうことなんでしょうねあのー、無人駅で降りる人がいるのは、それは無人駅でも駅でわけですから、それは降りる人はいるでしょって感じなんだけど、170円の切符を持ってさ、無人駅に降りてるっていうのは目撃されてるんですかねそれよくわかんないですよね。わざわざさ、小倉駅から170円の切符をわざわざ手に持ってさ、 無人駅で降りるって何か私は不正乗車してますよってさアピールしてるみたいじゃんそんなことしないよねうんでなんかちょっとよくわからないですよねつまり一番安い切符を使っているの不正乗車が行われている可能性があるというのです、うんえー、不正乗車の目撃者自分の周りにも無人駅が多くて安い切符を買っていくみたいな人がいるへえこうした状況を受け JR 九州は8月10日まで 小倉駅で170円切符の券売機での発売を取りやめて緑の窓口を含む対面販売のみに先行しています、うん、え無人駅になったら切符を買わなくていいというのはお客様の真意としてはゼロとは言いませんけれどもちゃんと運賃を所定の切符を買っていただくお客様に訴え続けていきたいと、うん、あのいうことですねだから、あのー、でもこれさ券売機の発売取りやめてもさ 緑の窓口でやっぱ売ってるわけじゃないですか。いや、それそうですよね。170円の切符っていうのは、えー、存在するわけなので、それを売らないわけにはいきませんので、170円の切符は、あのー、売ってるわけですよね。じゃあなんでこれさ、券売機の発売取りやめて、なんで緑の窓口ではさ、だけにするのかって言ったらさ、要はさ、あのー、顔が見える形で切符を売ることによって、あのー、ね、ちょっとこうさ、あのー、 不正常者しづらくするっていうことを理まあつまりさあのー、ねあのー、だ要するにさ日本人もさ不正乗車するやつはいるわけですよなんだけど堂々とはやらないんですよね恥ずかしいからあいやつまりね不正乗車っていうのはこれ詐欺に当たると思うんですけどその日本人にとってはそれは罪というよりも恥なんですよね 日本は恥の文化っていうので、ね、違法行為なんだよとかね、鉄道会社騙してるんだよとかさ、なんかそういうことではなくて、あの、恥ずかしいことみたいな、なんかそういう感覚なんでしょうね。だからこそこそやるんですよ。うん、で、その、まあ悪いことだと思ってるからこそこそやるんだけど、ただ、その、なんかその、 うーんまあ、こそこそやってんだよね。で、その、うーん、じゃあ結局さ、そのさっきの外国人の YouTuber が、あの、恥ずかしいですってね、あのまあ、非難されてるわけだけど、これなんかさ、その不正乗車をすることが悪いことなので、非難してるっていうのもそうなんだけど、あの、不正乗車を堂々とやって面白がってるっていうところが、 まあ日本人的には非常に不愉快なっていう、そういうことなんでしょうねう。だってその日本人だって不正乗車するやつはいるわけだから。もちろんそれも非難されてるというかね、それはいればそれは何だお前って言うんで、そういう気持ちになると思うんですけども、ただ、やっぱり日本人の心理としては、やっぱりその、恥っていうのが大きいのでね、だから恥ずかしいことは、 堂々とやったらもう完全にもうそれはね人としてもあの逸脱してるみたいなふうになるんでしょうね。うん、もちろんその,あのコソコソやっても悪いことには違いないんだけど、あのー、堂々とやってしまったらそれは罪でありかつ恥でもあるので、まあ、日本人的にはより悪いっていう、まあ、こういうことなんでしょう。うん、でまあ、まあ、JR 九州はですね 170円の切符を緑の窓口の対面販売にしたっていうのはさ、要はさ、駅員から顔を見て買えばさ、やっぱりその不正乗車するにもさ、やっぱりちょっとさ恥ずかしくなってやりづらくなるだろうっていう、そういう心理を、えー、利用してるわけで、まあこれね、日本人の、えー、心理っていうのをよく分かってるからこそこういうことをやるわけですよね。うん、で、あのー、ねあのー、まあ、もちろん良くないことではあるんだけど、 この JR 九州に関してはさ、ねえ、これ、例えば見つけた場合に、多額の罰金取ることができるような仕組みを作るとかさ、そういうふうにやっていった方がいいんじゃないのかなと思うんだよね。あの、あの、あのね、私は不正乗車なんかしないっすよ。なんですけども、高校生の時に同級生の子が、 なんか結構不正乗車したことあるまあよくやってるなんていう風にね言ってるやつがいたんですよね。もちろん学校行く時は定期券持ってるんで不正乗車なんかしないんだけどたまにどっか遊びに行く時になんかその無人駅で降りたりとかねなんかそんなことやってあの不正乗車よくやってるとか言ってるやついてさえぇってさ え、それは良くないんじゃないのと私は言ったんだけど、いやでもいいんだと。チェックしないのが悪いんだって言うんですよ。彼はね。うん、だって車、車掌がさ、来ないんだから。駅員もいねえんだから。チェックしないから悪いんだと。<laughs> だから、その、ねあのー、こそこそやる分にはさ、見つかんなきゃいいと思ってる奴がいるってことなんですよね。だかださ、もうそれをね、恥っていうところでね、抑えてもしょうがないので、だって、 恥ずかしいことはこそこそやればさまあいいじゃないみたいなさ堂々とやったらこの外国人みたいに叩かれるんだけどこそこそやってしまえばまあ見つからなかったらまあ恥ずかしいことではあるけどまあこそこそやってるから一応恥を知ってるよみたいなね、うん、つまりこの外国人の場合は恥知らずなんですよ恥ずかしいことを恥と思わずに堂々とやってるからより非難されるんですね ただ日本人の場合は恥ずかしいことなのでこそこそやります、許してねなっちゃうんですよ。これはね、もうね、あのー、あのー、もうさ、あのー、たまに、そのー、社内改札とかやって、不正を見つけたら多額の罰金取るっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思うんですね。あのー、海外ではさ、あのー、 あの駅の改札とかない国もあるらしいんですよ。えー、日本だとさ東京とかだとさ必ず改札機があって切符持ってないとさ駅の中に入れない仕組みになってるじゃないですかでそういうのに慣れてるから無人駅だったらチェ,ックされてないチェックしてないんだからあなんだ不正乗車を許してるじゃんってそういう感覚になっちゃうんだよねでもさ別に無人駅だからといって不正乗車を許してるわけではなくて ダメなんだけど、チェックするのもコストかかるから、手を抜いてるってだけのことなんで、やっちゃだめなことはダメなんですよで。それをちゃんと実現するためにどうするかって言ったら、普段からチェックはしないんだけど、たまになんか臨時改札とかね、あのー、やって、えー、不正を見つけたら、もう10倍の運賃取りますよみたいな、うんまあ、外国ではそういうことや、そういうふうにやってるところもあるらしいので、まあ、そういう手もあるかなと思うんですけどね。 ちゃんと正規の運賃払いなさいよと。で、えー、払わなくても、チェックしない場合もあるんだけど、たまにチェックを行って、見つかったら、あのー、高くの罰金を取るっていうね。うん、だってさ、あのー、物理的に、えー、不正乗車ができなくするっていう仕組みっていうのはさ、 ちょっとあんまり自然じゃないよねだってあの例えばその世の中のですね一般に犯罪を防ぐ仕組みってさどうなってるかって言ったらさあの犯罪が物理的にできないようにしてるわけじゃなくて犯罪を行ったら罰しますよっていう仕組みになってんじゃんスーパーで万引きがまあしづらいかもしれないけど別にさスーパーで物を取ってそのままお店から出,てる,出,て出るってことはさまあ、別に店員さんに見つからなければできちゃうじゃないですか 見つかったらもうさ捕ま,り <laughs> 捕まりますよとね窃盗罪だからね、うん、って感じになってて物理的にできないようにしてるってうよりも、ね、例えば物理的にできないようにするとしたらさ例えばさなんかそのお店に入るときに手荷物検査があってでで出たそのお店に入,っ入るときに手,手荷物検査をやってお店から出るときにも手荷物検査があって <laughs> で そのお店に入るときに持ってなかったものを持ってた場合それがちゃんとねお店で買ったものかっていうのをチェックされるとかさそこまでの厳重なさチェックすればさ万引きは物理的に防げるじゃないですかでもさそういうことやんないじゃん、うん、そうじゃなくてその場合によっては万引きできちゃうかもしれないけどただ見つけたら捕まりますぜっていうさそういう仕組みにしてるじゃないですかだから鉄道もそういう仕組みにするっていう手もありますよね、うんまあ あの2023年の、ね、初めごろ、タイに行きましたけど、タイも割とそういう仕組みでしたよね。あのタイの国鉄、まあ、あのタイのバンコクの地下鉄とかは日本みたいに改札機あるんですけど、えー、タイの国鉄はあの基本的に改あの駅の改札はないんですよね。切符買ったら、えー、そのままホーム行って列車に乗るっていう仕組みなんですよ。ただし、えー、車内で改札がある ですね、あの車掌さんが回ってきてあのパチンパチンと、ね、あの切符を切りに来るっていうそういうのがありますね、うん、ただ例えば列車に乗らないんだったら駅の中には無料で入れるって仕組みなんですよ、うん、日本だと、あのーね、新宿駅とか、えー、列車に乗らなくてもさ入場券いるじゃないですかでタイの国鉄の場合は えーえー、切符買わなくても駅のホームには入れる。うん、ただ、列車に乗るときには切符は一応必要で、えー、持ってないと、えー、車内改札で、まあ、どういうふうに言われるか分からないけど、まあ、私は、ね、そんなにもう貧困法制ですから、あのー、まさかあでもね、貧困法制だから切符買うんだけどあの無人駅でね、えー、乗ったときはです、ねえー、切符ないじゃないですかないんですよ。 で、えー、最初はですね、あのーまあ、日本と同じように、まあ、切符ないからやっぱり車掌さんから買うんだろうなと思って、あのタイの国鉄のね車掌さんに声かけて、まあ、声かけるって言ってもね、あの日本語が通じないので、ちょっと一,一生懸命その、まあ、英語を絞り出し、そしてうる、バカの一つ覚えのタイ語を絞り出しっていう感じで、一生懸命やったわけですけども。 あの、まあ、あ車掌さんに話しかけて、えー、あそこまで行きますみたいなね、こと言ったんですけども、ただなんかさ、おお、オッケーオッケーとかってね、で、ちょっと待って、みたいな感じで言われて、で、なんかね、ずいぶん待ってからその切符を出してきたみたいな、なんかその、今ちょっと待ってくれ、みたいな感じで、なんか、あのー、なんかね、あんまり積極的に切符を売るという気配がなかったんですね、なんかその、なんなのかな、なんかよくわからないんだけど、 あのー、たまに巡回するので、その時に行った方がいいのかな、みたいなさ。こちらから声かけるのはなんかやっぱり変なのかな、なんかちょっと思いましてですね。あのー、そうなのかなんかあんまり、こちらから声かけるのもなんかお仕事の邪魔なのかなとかね <laughs>、<laughs> 思っちゃいまして、えー、次に無人駅から乗った時にはですね、えー、こちらから何も言わなかったんですね、うんで。他のね、タイ人の方々もですね、無人駅から乗ってる人を見ても、 まあね、いきなり車掌さんに声かけたりはしてないんですよね。まあ、車掌さんが回ってきたときってか回ってきたところじゃなくてねその車、車内改札が来たときに初めて何か言うみたいな感じで、もう自分から何も、ね、声かけない人が多いみたいな感じに見えたので、うんまあ、そういうもんなのかなと思ってですね、あのじゃあ分かりましたよとね、ねじゃあ車掌さんがか声かけてくるまで黙ってようと思ったんですよ。でそしたらですね、 終点まで車掌さん来なかったんですよ。えー、ってね。これ、切符買わないで乗れちゃったじゃないかと。これでもね、ね無賃乗車ではあるけど、これ不正なんですかねみたいな。うんだその辺ちょっといい加減ですよね。そのタイの国鉄はね。うんまあちょっとその話それましたけど、まあいろんなやり方あるんですけど、あのー、 あのほらね、今あの、日本も人口が少しずつ減ってきてさ、あのもうこなんかあんまりね、その地方の人口とかもあまり増えないじゃないですか、でそれでその鉄道会社も苦しいので、まあ、どんどん無人駅が増えてっていう感じになってますよね。ですから、あの駅で切符をちゃんとチェックしていくっていうのはなかなか難しいので、あの 抜き打ちチェックをするっていう形で不正乗車を防ぐ方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあ、ということでね、えー、不正乗車に関する、えー、あまあ、その、まあ、YouTuber なんですけどね、このね。うん、まあ、あのー、まあ、さっきも言いましたけど、えーまあこの外国、外国人が、えー、不正乗車をしてですね非、非難されてるのは、あの、日本人的には、 不正乗車をしたっていうこともそうだけど不正乗車は堂々とやってるからムカつくっていうまあそういう一面が大きいでしょうね。うんまあ、ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。